冒頭上から失礼しますね。久しぶりの、亀山の大会ということです。ちょっとなんか留学が短くいっぱいあるので、とりあえず安全第一で注意してください。僕も亀山に来るのはもう4年ぶりぐらいですね。かなり久々なので、はい、魚はまあ釣れなくても抽選にありますんで、はい、釣れなくても帰ってきてね、楽しみに、いろいろ結構プレーさんもいっぱいいただいているようなので、まあ、そこも楽しみにしていただいて、安全第一で、フィールアライブにしてください。以上です。おはようございます。釣り子 TV です。キャスティング岩槻店主催の青木大輔カップ、久しぶりの開催ですけども参加しております。さてさて今日はどうなることか、ちょっとね一日久しぶりの亀山楽しんでみたいと思います。それではねスタートします。よっしゃよし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 、よびっくりでいいよ。何で？よっしゃ、よし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 、よしよし。抜いちゃえ抜いちゃえ。いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。本当に本日もですね、もう4年ぶりなんで私たちスタッフもちょっと忘れちゃった部分なんかもあっていろいろ部分で、皆様に本当にご協力いただいたおかげで、一応今の段階までですね、トラブルもなく無事に進められまして本当にお礼申し上げます。で、そもそも今日キャスティングのシャツ着てる人4人いるんですけど、多分誰だろうって人もいるんでちょっと簡単に紹介させていただきたいんですけど、一応今回一番メインで運営してもらった岩槻インターネットでバス担当してるアリガっていうスタッフですね。そちらにいるのが佐藤っていうバス担当です。お店に来た時なんかバス釣りのことでお困りあったらぜひお二人に気軽に聞いてください。で、もう一人が、前島っていうこの人もバスアングラーなんですけど、この人バスロット担当してますんで、ディスタイルさんの差をね、なかなか近くの釣り場で売ってない時があったらもう前島に言ってもらえればいつでもすぐに手配してくれますので、お気軽にお声かけください。で、私岩槻インターネットの店長やらせていただいている北見と申します。本日はありがとうございます。はい、ではですね、この後表彰式、抽選会、閉会式を進めさせていただきたいんですけども、まずですね、本日、かぶりも打たせていただいております青木大輔プロですね。青木プロも本日、ご上に出ていただいてましたので、まあ、久々のこの青木大輔カップ、そして本日、亀山に出た感想ですね、ちょっと簡単に、お言葉いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。フィールアライブできませんでした。はい、久々に亀山で釣りしたんですけど、まあ、魚団にバスはめちゃくちゃ映ってるんですけど、まあ、23センチと24センチとか、あと1匹だけ40オーバーかけたんですけど、それがジャンプで外れてしまいました。まあ、下から上流まで行ったんですけど、まあ、ライブスコープが出てからほぼやったことなかったんで、改めて見るとバスめちゃくちゃいるなという印象です。まあ、ただなかなかやっぱ、食ってくる魚は非常に少なくてですね、まあ、例えばカバーを絡めたりとか、まあ、沖のこうフラフラ中層を泳いでるのはなかなか難しいなっていう、まあ、そんな印象でした。はい、まあ、でも小さいのから大きいのまで、非常に魚の数は多いと思いますので、まあ、今日も思ったよりウェインも、されてたので、さすが亀山だなと思います。まあ、またロケとか、まあ、YouTube のチャンネルとかもやってるんで、まあ、亀山まだやってないんで、まあ、もしかしたら年内にちょっとやってもいいかなと思っています。とりあえず1日、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。
実際のババクロさんの食事があるんですよ。忘れちゃいました。ババクロ。もうね、ロコなんで、ある意味亀山に関してはね、もうあの、もしかしたら青木プロなどに細かく多分全部分析されて、すごい釣りをね、されてる姿も見られたので、まあ今日も久々の大会と、まあ今日の亀山のね、肌で感じてどんな感じだったのか、皆さん、はい、お話しいただけたらと思います。はい、皆さん、お疲れ様でした。まあ、実は言うと自分も2ヶ月ぶりで、8月の頭に来た時にはもう 2,3 メーター減衰してて、で、まあ今来たらもう満水に戻ってて、まあ濁りもひどかったんでちょっとどうしようかなっていう感じだったんですけども、まあ濁ってるんで、まあ浅いレンジ中心に探って、まあ朝一、そこの段々のシャローフラットで、まあスモラバ、ビージングのスペシャルをまあ、ライフサイズしたんですけど、それが23センチで、まあ、このサイズしか釣れないのかなと思って、その後簡単とカバー打ったんですけど、24センチで、で、最後ですね、まあ、帰着間際に、岩盤の崩落で、ちょっと今、やってるフロートワームで、まあ、多分40アップをかけたんですけど、まあ、分かれてしまって、終わりということで、ちょっと不甲斐ない結果になってしまったんですけども、まあ、久しぶりで楽しかったです。はい、はい、ありがとうございます。亀山のキャスティング、青木デスカップご参加いただいた方の、先に表彰の方に、入りたいと思います。まずはですね、10位から6位の方お呼びします。でその後ですね、5位から1位の方はこちら前の方に来ていただいて、壇上に上がっていただきたいと思います。はい、それではですね、早速10位の方から、お呼びさせていただきます、第10位、受付番号11番赤坂国吉様、よろしくお願いします。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 今日も60人くらい出てますからね、なかなかその中でベスト10入るっていうのは本当に簡単なことではないんで、はい、ありがとうございます。続きまして第9位、受付番号22番加藤で学から、57センチですね。おめでとうございます。はい、ちなみにこの10位から1位の方は皆さんにもしっかりウェイクされておりますね。はい、はい、じゃあ続いていきます。第8位、受付番号26番、大田圭介様、合計が60センチです。おめでとうございます。まだ1センチだ。今年2回目だ。おさつ。はい、おめでとうございます。はい、続いて、7位、受付番号40番、長谷川瑞希様、合計が64センチ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、第6位、受付番号38番、赤坂浩生様、66.5 センチ、ありがとうございます。ありがとうございます。つけたら面白いです。はい、でこの後ですね、5位から1位の方は、はい、お名前呼ばれましたら前の方に来ていただいて、最後はですね、ちょっと今日どんな月日かインタビューまでさせていただきたいと思います。でその前に、この秋田スケタップ恒例となってますレディースショーとかね、副賞をここにいつも渡しているんですけど、今回はキッズのお参加はありませんでしたので、レディースショーですね、はい、キャスティングはですね、実際どこでもですね、まあ、釣りガール、女性アングラー、実際スタッフにも多いんですけども、釣りガールの方をですね、会社としても応援しておりますので、最初にお願いいただきました。
いや本日リリース賞は女性の方2名ですね、おそらくご参加いただいているかと思いますので、もしまだ残っていらっしゃるようでしたら前に来ていただいたら商品の方をご用意してますので、こちらまでお願いいたします。はい、お久しぶりです、はい、こちらは今日は飲みますあれ、ブルーのシャットじゃないの？ブルーのシャット程度、ブルーのシャット程度、はい、これではですね、早速ベンカー1位の方を呼びします。ベンカーの方は2匹上にしているそれぞれのサイズも読み上げながら、お声をさせていただきたいと思います。ダメだってそれでは、第5位のシャットでシャットの部分キープ。受付番号60番伊藤道和様、38.5センチ、31.69.5センチ。ありがとうございます。じゃあ今回のチームの方はそのまま最後に前に残っていただいて、わかんないじゃん、ここか刻んでくるかもしれない、0.5 ずつぐらい。それが第4位、それが呼ばれないから抜けてて呼ばれない方だったんですけど、受付番号早い順の方が勝ちというルールで用意になっています。第4位、受付番号16番宮下幸男様、それか呼ばれないか実は知ってきてないそれかウィンウェインできてない実は、はい、この後ですね、3位そして準優勝の方、まあ、もう4位の方ですね、はい、僅差となっております。この僅差の方が僅差です。第3位、そして3位から1位の方にはですね、トロフィーをご用意しております。それ優勝の方はこれ一番でかい優勝カップに名前を刻んでいただいてますので、こちらちょっとお持ち帰りはできないんですけども、ポットボートさんの中にいつもトロフィーの中にですね飾っていただいているトロフィーになります。その優勝の方は最後こちらにお名前を刻んでいただきたいと思っております。それではお呼びいたします。第3位、受付番号51番平野義孝様、21.5センチ。はい、続いて第10章の方が来ます。受付番号21番、吉田和真28.5センチ。マジか、膝痛いんです。バッカイクセル保証持ち、保証持ちお願いします。はい、それではですね、本日のキャスティング浮気家電梶原青木大輔カップの栄えある優勝者お呼びしたいと思います。優勝、受付ナンバー30番斉藤俊一様、28センチ×51センチ×52センチ。おめでとうございます。ちょっと岡村が壊れたんじゃないですか。いやもう全然一緒に行きます。はい、皆さんお疲れ様でした。では早速、5位から、どのように切ったか、お聞きしたいと思います。それじゃあ第5位、伊藤
道和さん、1本が 38.5 で2本目が 31cm、どのようにちっちゃかお願いします。当たり前です。朝、お疲れ様です。朝一はインスタの方に行きまして、結局朝一ネコリグで、朝一は、インスタの方に行きまして、そこでネコリグで1本取れたんですけども、それが 27cm で、その後結構細かく流していったんですけども、まあ、全くバイトが取れなくて、まあ、ブルーギルとかそういった細かいのがなんかあるんですけども、まあ、バスの場合は遠いなっていうところで、でも結局最後の最後の11時半ぐらいに向こうの林道下ですね、林道下の方に行きまして、だいたい2メートルから3メートルぐらいのところを、パワーダンク、もう巻物でパワーダンクで、まず1本31センチが取れまして、で2本目も同じこの林道車のところで、まあ、同じレンジだったんですけど、結局ちょっとルアー変えて突き鍋で、ちょっと金に当てながらやったところ、それが38センチ取れて、もう本当に最後の最後に、入れ替わったっていうのが感じでした。そうなるとですね、結構、まあ、10時頃から風強くなったと思うんですけど、巻物を先着したのはその風が強くなった最後ですね。そうですね、もうの林道下側にガンガン風が当たってたんです、はい、で最初はちょっと入ったあれは、まあ、林道下はそこシャローがフラッ、はい、そしてシャローフラットがあると思うので、まあ、そこ最初やってたんです、浅いレンジやってたんですけど、はい、全くあのバイトが全然咲かなくてなかったので、はい、それでちょっとレンジ変えようと思って、はい、あのルーバーがちょっと深く伸びる、はい、パワーダンクで1回それでやったら、まあ、30センチ届いて、まあ、じゃあレンジ合ってるのかなってところだったんですけど、それが続かなかったので、うん、まあ、ちょっとまたルアローテーションしようと思って、はい、スクラベに変えてやったところ38センチ取れたっていう。なるほど、はい、そしたらもう、地合いをちゃんと掴んで、今のこの天気だと亀山などの、巻き物厳しいと思うんですけど、その中でもはめて、そうですね、まあ、まあ、たまたまあったっていうところだとは思うんですけど、あ、まあ、見てよかったなって思います。はい、了解しました。それでは第5位の伊藤道和さんでした。はい、それでは第4位の、宮下さん、36.5 と、33cm になります。どうぞお願いします。あ、今日お疲れ様でした。今日は、フットボールの8分の3とグラブで、はい、バンクと 3m のフラットをやろうとしてて、はい、朝からそれやってて、バイトはあるんですけど全部乗んなくて、うん、であんまりにも乗んないんで、シャローとかのカバーとかをネコリグでやってて、うん、はい、33を、はい、その下が、まあ、取れるは取れるんですけど、サイズがどんどん下がってきちゃって、うん、で笹川の方まで行ってもやっぱり釣れないん で、はい、で最後ぐるっと、まあ、同じことずっとやっても拾って感じで、はい、今サイズが全然上がらなくて、最後の最後1時ぐらいに対岸でフットボール、うん、はい、で対岸の壁を落としてですね、バンクを落としてくる感じで、はい、36が釣れて終了ですね。はい、結構フットボールを対応したみたいなんですけども、何か理由があっての方楽しいからです。楽しいからなるほど、まあ まあ、楽しいことは正直やれるんで、まあ、あのコンフィデンス持った釣りでやってきたということで、ね、いや軽いのやってもサイズ出ないんで、はい、でバンクやってると、まあ、ポロッとサイズがちょっと上がるので、はい、でフットボールでかいのでリアクションで釣った方がまたいいのかなと。了解しました。はい、はい、それでは、第4位の宮下幸男さんでした。はい、それでは次が3位が、平野義勝さん、29.5cm と 40.5cm、どのようにしたかお願いします。皆さんお疲れ様でした。今日はカバーを、ね、警察で動いていったんですけれども、
10時頃まで、もう全く釣れなくて、頼朝のこう対岸のワンドの方で、はい、まあ、カバー打ってたんですけれども、まあ、釣れなくて、まあ、たまたま違全然カバー何もないところにポリッと投げたら、はい、41.5 が釣れました。はい、でその後やっぱりカバー打ったんですけど釣れなくて、なんか1匹もう1匹欲しいということで星切りまで帰ってきて、はい、でダウンショットで釣れて、あとはその後も釣れたんですけど、本当にちっちゃいのしか釣れないっていうのを見たりして、はい、そしたらですね、結構西側メインだったと思うんですよ。まあそうですね、はい、選んだ理由としてはやっぱり自信があったの、あ、そうです、ね、あまり向こうは行かないので、はい、そちらですことが多いので、あ、はい、なるほど、あの地震のあるエリアで、まあ、はい、信じてやれる宝釣れた人かだと思います。それでは、最後、平野由香さんでした。はい、まあ、惜しいというか、まあ、このタイミングで43はすごい貴重だったと思うんですけども、あともうちょっとという感じだったんじゃないでしょうか。第2位の、吉田、渚さん、28.5 センチと43センチ、どのように伝えてお願いします。お疲れ様でした。今日朝一だんだんに入って開始30分で、26と28が揃って、はい、もうすぐに多分馬場さんが多分横にどっちかというとだんだんの対岸ですか。そうですね、対岸、そうですね、分かりました、はい、見てました、はい、で揃って、あ、これ多分釣れるなっていうのでやったんですけども、釣れるけども全部やっぱ25から前後ぐらいの、うん、全然入れ替えにならないやつが多分十数匹取れて、それからいろいろカバーとか打ったんですけども、あんま良くなくて、はい、で、11時過ぎぐらいに、徳田さんの対岸のちょっと真ん中あたりの8メートルラインで結構、はい、スワンプのダウンショットで連発したんですけども、それもダメで、はい、何かないかなっていうところで、まあ一つ可能性があるとするならばと思って、原価継ぎじゃないんですけども、はい、D ブレードの、トレーラーが、なんだっけ、これなの、違う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 、ドライブスティックをちょっと長さが短かったので、はい、ちょっとケツ目につけてトレーラーを出すようなイメージで、はい、藤林の、沖の縦スト、はい、に、最初輪切りで打ってたんですけども、なんか良くなくて、はい、で横で平行に巻いてきたら、うん、テストに当たった瞬間にゴーンって引っ掛かってきて、でそれが、12時30分過ぎ、はい、最後のもう本当に多分奇跡かなっていう、はい、そうですね、もうそれがギリギリでなんとか取れて、でただもうやっぱしフッティングもそこまで強くなかったので、はい、ネットに入った瞬間にポ、うん、ーンって取れたので、おー、危ぶんなと思ったんですけども、はい、まあロットも、リベリオン、リールも、SVTW、リベリオン、はい、で、D ブレード、はい、かなり、いろんなものが伝わった結果だと思います。ありがとうございました。それでは、優勝、はい、51センチ、素晴らしいと思います。斉藤修一さん、はい、釣ったかをお願いします。皆さんお疲れ様でした。でかいやつが一番でかい51が釣れたのは11時半くらいですね。でそれまでに朝一、まあ、30分くらいで林道、道路下か道路下あたりで、はい、ストレートワンのパワーを持って、はい、で揃えて、で、まあ、25くらいのやつにも揃ったの でどうかなと思ってやってたんですけど、全然サイズが24とか、はい、20とか、うん、そういうのばっかり釣れて、で水産センター の、はい、対岸あると思うんですけど、うん、あそこって6メーターボトムのところからいきなり15メーターくらい深くなるところが岸があると思うんですけど、はい、まあ、そこのエッジ
を、うん、ブレーバーマイクロのダウンショットをズル引いてきて、うん、で、まあ、入れてズル引いてくるとあのボトムの何ていうんですか木とかがに引っかかってからそっと外す、はい、外した瞬間にバイトみたいなのが、まあ、連発であって、まあ、でも数は出るんですけどサイズがアップしない、うん、で、まあ、いつも得意なのがインスタなんですけど、はい、あのインスタ行ってみようということでインスタに行ってそれが11時くらい で、うん、でベロズリュウとかあの打って、まあ、ちょこちょこ釣れるけど、はい、なんか手応えがないので、まあ、パワーフィネスを変えて、うん、で左が登ってって左側の竹のレイダウンになってるところがあると思うんです、はい、あの橋を過ぎてから、うんあのはい、であの竹のレイダウンが結構前に出てるところは裏側打ってないような感じだったんですよ浮き彫りが、はい、だから横から入ってって、うん、あのストレートアームを浮き彫りのその何ていうんですか直下、はい、手前に横にこうなってる 木のところに引っ掛けてでシェイクですね30秒くらい、ってことは木寄りというかちょっと大きめの岸寄りですね。あ、岸寄りですか。そこの水深はだいたい50センチくらい。で、あの結局シルエット見えたのが下から上がってきたので、はい、上がってきてボーンって入って、あで、まあ、あのバシャバシャとやりながら引っこ抜いたというような感じですね。あ、じゃあ空とか完全に見えた。あ、見えました。すごい。で、それが50センチ。持ってますね。なるほど。28はあのその帰りにあの藤林のところでフリーリグ、はい、ベロリルの 2.8 のフリーリグを、うんまあ、島で投げて、はい、6メーターボトムをズル引いてくるでまた引っ掛けて外す引っ掛けて外すでここっていうふうに入るっていう、はい、ので28で釣れました。なるほど、じゃあもう本当にこの51センチ釣れた時は結構興奮したと思うんですけど、はい、もう足がガクガクになって、はい、あのどうしたらいいんだろうみたいな感じになりました。最初、まあ、45くらいかなと思ってたんですけど、はい、近づくにしてクソでかったと思って、はい、で、まあ、ボート近づけて、はい、ガッと取った感じです。いや、もう素晴らしい。そうですね、あの優勝者、ぜひこの最後なんか一言これすげえだろ的なことを言えると思うんで、お願いします。もう本当タイミングが良かったっていうだけで、あのラッキーだったなと思います。なんかそのいつもなんていうんですかアベレージみたいなのがちょろちょろ釣れてあんまりお立ちには乗れないので、まあ今回はすごい嬉しいです。ありがとうございます。佐藤忠一さんでした。はい、じゃあ改めまして5位から1位の方に皆さん大きな拍手をお願いします。私たちからの挑戦はそしたら、これで終わりとなります。でただですね、この大会せっかく4年強ぶりぐらいですかね、前回いつだったっけっていうぐらい前だったと思うんですけど、あの無事にね今回本当に開催できたっていうところで、ぜひ冠をアップをもう結構かけて臨戦対されてますけど、アップロにですね、ちょっと何かぜひ皆様に、なんかくださいって言ったらトップロに言っちゃいけないんですけど、なんかもらえませんか。すいません。もう用意してる。ちなみに今本当初めて僕は青木さんに今日お願いしました。何もあえて目を合わさずに今ちょっと急にお願いしてみました。ゴミ男に鍋さんか。はい、はい、はい、これ持っていただいて大丈夫ですか。これ持っていただいて、ガーミンウォッチ、ガーミンウォッチ、まだ有名なガーミンさんの時計とかね、GPS でも有名なんですけど、そのガーミンさんの時計になります。そしたらですね、抽選はもう一巡して皆さん1回ずつね当たりましたので、なんかイベントだとねもう恒例になっちゃってますけど、アウトプロと釣りではねアウトプロに多分なかなか勝てないんですけど、ジャンケンだったら勝てると思うんで、ジャンケンやっていただいて、勝ち残った方だから1名ずつですね、こちらのこの超超豪華な商品を最後に、キャッチして帰っていただきたいと思いますので、これは
今日ウェインしてない方だけでやる。おーじゃあやったよ。魚釣った人はおーダメです。あのキーパーが釣れなかった人、キーパーがウェインできなかった人、ウェインできなかった人立ってください。まあまあいるな。まあまあいるな。デコですよ。何言ってるんですか。じゃあ勝った人だけそのまま残っていただいて、アイコと負けは座っていきます。最初はグー、じゃんけんぽい。かなり減った。すげえ、かなり減った。最初はグー、じゃんけんぽい。パーの方ですね。パーの方だけ残ってください。全滅全滅。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方、2人ですかね。全滅全滅。2人ですかね、グーの方。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、続いてまたパー。はい、全滅ですね。すげえ、すげえ、じゃんけん。できます。最初はグー、じゃんけんぽい。よいよ、よいよ、よいよ、よいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。今日ダメだ。最初はグー、じゃんけんぽい。この方だけ、ちょっと残りです。最初はグー、じゃんけんぽい。グーとか、2人います。最初はグー、じゃんけんぽい。チョッキーの方。おめでとうございます。最後は全員で。じゃあ、立っていただいて、負けた方は、座っていい。負けたいですね、座ってください。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。勝ちの方だけが残りとなります。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ちの方だけが残りです。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、次の方、パーの方だけ勝ちの方です。ぶっこりの。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、もう一回ですね。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、これ引いた。あ、マジで。お、一人。お、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 はい、おめでとうございます。はい、じゃあ一応これにてですね、本日の去年優勝しました。キャスティングやってみたいと、そして本大会の共同開催の釣り大会は、終了となります。シューズリーが延長になって、最後に集合写真を皆さんにね、撮らせていただきたいんですけども、その前に、さっきのそれか俺の後ろ今日の大会、終了お言葉いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。セットだけしてはい、ということで、久々に、まあ、こういうやっぱ大会はすごい、ね、釣れても釣れなくても、いろいろこう最後こういう抽選があったりと、まあ、釣れた方は、お立ち台に立って、いいものがもらえてと、いろいろこう楽しい大会になったかなと思いますので、ね、まあ、また、各スポンサーさんがすごい協力してくれて、いい商品もいっぱい出してもらっています。まあ、また、こういった大会を継続的にやっていけたらと思います。そして、まあ、いつもこう会場を、貸してくださっている時田坊さん、ありがとうございます。はい、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。皆さん、帰りも気をつけて、事故のないように家まで帰っていただいて、欲しいなと思います。今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、これ
り笑って、はい、チーズ。それじゃ笑えねえだろ。あの、ガチのダメ出しだね。あの、フィール洗いでいきましょう。じゃあいきます、フィール。ちょっと待って、初めて。ちょっと待って、ちょっと待って、殻を打ち破って。そう、殻をね、みんな打ち破っていきましょうか。じゃあいきます。はい、フィール。あれ。はい、ありがとうございます。はい、すみません、皆様、ご協力ありがとうございます。お疲れ様でした。